はい、皆さんこんばんは、山城です。ということでですね、今日は何をしていこうかというとですね、まあ春らしい企画でございますね。まあ春何をやろうかというね、まあ季節感全くないうちのねチャンネルですけど、なんか春っぽいことやろうかなということで、やっぱこれ何かなというとね、一人暮らし始める人増えるじゃないですか。更新社会人とか、やっぱね、卒業して大学に入学したりとかね、社会人になってとかって言ってね、一人暮らしを始めるよって人が増える時期でございますよね。そうするとね、こう一人暮らしの人がね、こう生活していく上でね、何が大変になるかっていうとね、やっぱね、自炊が大変なんですよね。そうそうそう。で、そんな自炊が大変な中で、まあ、料理の仕方とかね、全然教えれるレベルじゃないんで、まあ、自分がね、なんとか、食えるレベルのね、腹を痛めずに食えるレベルのものを、作るってだけなんで、まあ、他の人はね、うちのキッチン見るとね、こんなところで作ってって、よくおめえ、食当たりに出さんなってね、おめえ、一応食品衛生責任者持ってんだろ、お前、この状況なんだってね、とてもじゃないけど、映せないっていうね、10年ぐらい前はね、うん、映してね、ちなみに料理動画とかね、撮影してた時期があるんですよ。ニコニコ動の方でね、出してね、100再生ぐらい入ってね、ことごとくコッパみじんにね、衛生管理が悪すぎるって言ってね、散々な評判だったんでね、こっそり動画を削除してね、なかったことにしておりますけどね、実はもう、あれから12年ぐらい前じゃないかな、2008年とかそれぐらいにね、やってたことがありますけどね、まあ、それは緩和9代、まあ、私のところはいつも緩和9代ばっかしですけどね。で、何かっていうと、一人暮らしをして、やっぱしね、大変なのがね、野菜の確保なんですよね。ってのは、ね、丸々の野菜を買うと一人暮らしでね食うにはねちょっとでかすぎるね。かといってね、こうね、ちっちゃい野菜をね買おうと思ってもね、カット野菜とか買うとね割高になっちゃうんですよね。で、結局なかなかね野菜がね取りにくいなっていうねところがあります。まあカット野菜はね、ちょっと食品の安全面上、カット野菜が食べたくありませんっていう人もね結構多いですしね、まあそれはまあここでは触れません、あえて触れないんですけど、まあそういう人にもおすすめな方法っていうのがあるんですよね。それがですね、どういうことかというと、まあ私もね、今、コスパ、切り詰めた生活をしております。いろんな諸事情がございましてね。まあ主に借金返済ですけど。で、どうするかって言ったら、やっぱりコスパよくいかないといけません。ね。やっぱ一人暮らし、特に大学生とかね、新社会人だとね、お金ないじゃないですか。まあ私よりはお金あると思いますけどね。うん。で、37歳のこのありさまなんでね、それはそれで悲しいんですけど、どうすればいいかというと、やっぱコスパよくいくには、まるっと一つ買うのが一番コスパいいんですよ。で、半分でカットしてある野菜よりも、まるっと一玉のやつ買った方が安いじゃないですか。単価あたりがね、コスパいいじゃないですか。ということで、じゃあ、まるっとね、買っちゃいましょう。まあ実際買ったのがあるわけですよね。こんな感じで、ちょうどね、うちもキャベツが切れたんで、キャベツ買ってきたんですけどね。こんな感じで、もうキャベツまるで、私一人暮らしですよ。家族いないんですけどね。まるで買っちゃうんですよ。おいおいおいと。おいおいおいとね。最初に冒頭に言いましたよね、私。もう、まるで買うとね、食べきれやんと。うん。まあ、いくらね、まあ、食べ盛りの山田さんとはいえね。ね、丸一個はね、なかなかしんどいな。ね、食おうと思うと、もうずっとキャベツ生活になっちゃうやんと。ねえ、何日で使い切らなあかんねやっていうところなんですけど、ここがね、味噌なんですよね。で、これはね、一応これでもね、チラッとだけね、八百屋さんもやってましたんでね、チラッとなんですけどね、これ、金星の人にね、見られたらな、もし私が入ってた頃の、人がね、見てたらね、すぐにね、バレるんですけどね、お前、成果分も2ヶ月くらいしかおらんかったんちゃうかって、まあそうなんですよね。うん、そう。すぐにちょっと別の部署の方に移動になりましたもんでね、新人で入ってね、ちょっと2ヶ月くらいやってね、はい、次の部署に移動ってなって、あれって。八百屋さんほとんどやってないけどっていう話なんですけど、まあとはいえね、ちらっとかじりましたしね、いろいろとね、それで勉強もしましたからね、それなりに知識はあるはず。まあ、これ一人前はないですけどね、まあそんなことは置いといて、そんな山田さんのね、おすすめの買い方は、もうまるっと1個買うんです。だって一番安いじゃないですか、半分カットよりもね、お得に買えるじゃないですか。でも、
結局半分以上のね、あの残したりとかになってしまって、今も腐らしてしまったらね、半分のやつ買った方がいいんじゃないのと思うかもしれませんよ。違うんですよ、違うんですよ。これがね、裏技がございましてですね、まあそんなに隠してるやり方でもないんですけどね。まあ丸野菜を買います。皆さんこれどうやって使いますか？まあだいたい外側の皮を剥いて、まあまず半分に切って、まあ4分の1ぐらいにしてかな、キャベツだったら4分の1ぐらいにカットして、で芯のところを切り落としてザク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 って切ったり、まああとはね、料理の用途に合わせてちょっと大きさとかをね切り分けたりとか、そんな感じで使い方しますよね。これだと炒めちゃうんですわ。これね、葉物野菜、特にキャベツとね、白菜、使えるやり方なんでね、ぜひね、今日ね、覚えて帰っていってください。どうやってやるかっていうとね、あ、ちなみにこれね、安かったでしょ。これ、一玉100円ですからね。そう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 。税込み？税込みで100円よ。安いでしょ。うん。そうそうそう。何がいってね、あのうちのね、地元にあるね、四季菜さんっていうね、JA のね、直営マーケットで買うんですよ。あ、そうそうそう、あのね、JA の直営マーケットはね、あの野菜買うときにね、すごくね、あれですよ、いいですよ。っていうのは、スーパーで買うとね、やっぱり他のやつもいろいろと買わないといけなくなるじゃないですか。野菜だけ欲しいときっていうのもあるわけですよね、目的的に。で、いや、もちろん、そのスーパーで野菜だけ買う、キャベツだけ欲しいからキャベツだけ買って帰るって、別に赤負けじゃないんですけどね。ただ一応その先にもちらっと言ったように、スーパーで働いてた身としては、あの平均客単価とか気になっちゃうんですよね。俺が今ここでキャベツだけ1個だけ買ってったら、平均客単価と平均買い付け点数変わるよな、下がるよな、うわって、あの平均買い付け点数がね、1日でね 0.2 とか下がったらな、なんでこんなに今日下がったんだって、なんか売上の単価の入れ方が悪かったんかなって、もうその日寝れなくなっちゃいますからね、っていう苦労を知ってるんで、あー、なんか俺が今これ買うのは、せめてね1000円以上はね買うようにしないとね、なんかスーパー使うのね、あの気が引けちゃうんですよね。まあさすがに1000円未満でも使うときは使いますけどね。うん、あのただね、そう、平均客単価とかそのあたりであんまり下がると店長とかね、あのまた経営会議でね、あの怒られるの分かりますんでね、なんでこんだけ客単価お前の店だけ下がってるんだって言って、単身の店が多かったら仕方ねえじゃんっていうね感じがね、あるところですけど、ね、そういうのをシビアな世界なんで、あのスーパーの業界ってね、利益率がですから、そういうのが気になっちゃうところで、その点ね、罪悪感わかんのがね、四季菜さんなんですよ。あの四季菜さんっていうか JA の直営マーケットね。何せ野菜オンリーで売ってるじゃないですか。ね、野菜だけくださいって。あ、それでメインターゲットなんで、それで OK じゃないですか。ですからね、あんまその単価のこととかね、あの考えやんでも、まあ多分あるのはあると思いますけどね。で、実際、あの、ここのね、四季菜さんとかだとね、地元のね、あの、料亭さんのね、あ、惣菜のね、仕出しをやってたりとかね、あってね、あの、おこわ弁当、おこわ弁当っていうかね、おこわだけで、おこわで、なんかね、300円とかでね、売っとって、どこが作っとるのかなと思ったらね、結構地元のね、あそこの料亭さんが出しとるんや、とかっていうようなやつとかありますんでね、あの、行くと面白いですよ。そう、なかなか夜遅くまでやってないのがあれですけどね、そう。っていうところだと、あのね、ここで買うのメリットの一つ、もう一つが、あの普通のところキャベツだったら同じお値段なんですよね。キャベツ100円って言って売ってるんで、できるだけ大きいのを選ぼうとかってみんなこうやって持ったりとかする人もいます。最近ちょっとコロナの影響でご遠慮くださいってなってるところ多いらしいですけどね。思って一番重たいのどれやっても基本的には変わらないですよ。もう青果市場でね、大きさのやつはねビシッと揃えられてますんでね、そんなね、あの目くじら立てるほどのレベルじゃないんでね、気にする必要ないと思うんですけど、まあやるじゃないですかね、主婦の皆さんとか。そうそうそう、な、基本的に大きいんですよね。あのな、そんな中で、あの JA のマーケットさんとか、あとはね、あの産直広場みたいなやつを持ってるところ、ね、この辺りだと牛トラさんとか、三枝さんも結構大きいの持ってるな。あと最近はあのマックスバリューさんも力入れてますよね。ああいうような売り場のところで買うと、それぞれの農家さんが大きさの、ね、不揃いのやつ持ってきてね、大きいやつはね、ちょっとお値段高くして、ちっちゃいやつはね、ちょっと安めの値段にしてくれたりするんですよ。
そうすると一人暮らしの時はね、これまたね、まあこれからね、あのいわゆるあの保存テックみたいなのを教えるわけですけど、とはいえね、ある程度小さくてね、あのコスパいいね、安いやつがあったらね、それを買っとくに越したことがないんでね、この日もね、130円の100円のがありましたね。100円の方のやつ買わせてもらいました。っていうような、ところも一つ、ポイントなんですけど、これをどう使っていくかなんですよ。ね。で、さっき、まあ、単刀直入に言うと、これちょっと、抜いちゃおうかな。まあ、どうせ一番外の部分はあれですからね。よいしょ。まあ、こうやってあるじゃないですか。で、まあ、外側はね、一番外側はさすがに、ちょっと、あ、でもね、食えることないですからね、後にちょっとやっていこうかな。あのね、外の硬い部分のところはね、ちょっとしっかり水洗いして、まあ、湯がいて食べる。あ、ちょっと煮込み系にしてね、食べるといいですよ。まあ、剥いてね、剥くと。あ、新鮮すげえ。まあ、何せね、あの、直営のやつはね、その日の朝の取れたてですからね。で、農家さんがね、この日は川田さんって方が取っていただいてますよ。ありがとうございます。そうすると、ほら、もうほら、みずみずしいキャベツが出来上がりましたよね。で、これを、どうするか。で、さっきも言いましたね。普通はこれを半分に切って、まあ4分の1くらいにしたら、後からみじん切りとか千切りとかいろいろ使いやすいですよね。なんですけど、違うんですよ。こっからですね、一人暮らしの人はね、もちろん4人家族とかの場合はもうじゃんじゃん切っちゃって、あ、そっちの方が手っ取り早いんで、全然いいんです。いいんです。1日2日とかね、2、3日で使い切る場合は、このざく切り、普通の、キャベツの切り方でいいんですけど、一人暮らしの場合はね、これを剥くんすわ。一枚、ひらーっと。で、最初の方はね、大きいから一枚でいいですね。そうすると、ここが残るでしょ。これを使うんすよ。こうやってピラピラピラってめくってって、これをね、まあ量が多い場合はこれピラピラピラって2、3枚めくって、一人暮らしの場合はね、焼きそば作るときやったら、あの、ピラペラ1枚あれば、あの、この大きさやったら1枚あれば十分ですわ。これで多分あのカット野菜で買ったら98円とかしますよね。この1枚でこれがあと何枚あるんですか。これピラピラピラってありますよね。で、重要なのはここなんですよ。これほんと新鮮だろ。あのスーパーでレタスとか買う時にもね、あのここを見るといいよって言われると思うんですよ。まあレタスの場合はね、切ってもすぐにあの赤くなってきちゃうんでね、あの実はあのこまめにカッターを持ってピュー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 切ったりとかね、やったりするわけなんですけど、うん、まあそんなか、それでね、液が出るもんでね、それがね、なかなか滑ってね、カッター切りにくく、すぐ切りにくくなるんでね、あれでしたけどね、そうそうそう。で、これね、この芯のところ、これ本当に新鮮だわ。色がまだ綺麗ですね。ですけどね、この芯が大事でね。この芯を残した状態で保存していくんですよ。これをカット、芯をカットすると、そっからね、お野菜って傷み始めちゃうんですよ。ですから、この芯を残してね、こうペリ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 向かいながら使うとね、全然持ってね、ちなみにね、これ、ちょうど切れかけのやつなんですけど、剥いて使っていくとどうなるか。あれ、ラップで巻いて常温で保存しておけばいいです。まあ、暑い時はね、冷蔵庫とか入れた方がいいかもしれませんけど、基本的に結構、常温でいきます。で、剥いてで、していくと、これね、1ヶ月前に買ったやつ。約1ヶ月前に買ったやつがこんな感じ。ほら、傷んでないでしょ。ちっちゃくなってますけど。これ、剥いてって言って、何回も使っとると、こんな感じになるんです。めキャベツみたいになって。これ、この状態だったら、さすがに私も切って使うと思いますけど、ザクッと切ってね。こういう風にして、剥いてって使っていくと、ほら、ちょっとね、しおれてますけど、全然傷んでないでしょ。1ヶ月とか持っちゃうんですよ。まあ時期的なものもあると思いますね。あの夏場とかだったらね、もうちょっとね、あの持ちが悪いかもしれませんし、ですけどね、まああの普通にラップ巻いてればいいです。ラップ巻いてもいいですし、一番持たせる方法は少し湿り気のある新聞紙でくるむのが一番保存が効きます。プラス2週間ぐらい持ちます。
まあただうちは新聞取ってないんで、新聞がないんでね、まだそれのために新聞取るのもあれなんで、まああのラップでしてますけど、ラップでも十分持ちますよ。うん、っていうことで、こうやってして、ね、使うとね、丸野菜買って、お得に買えて、しかもこれですから1枚あたりで言ったら多分10円ぐらいで、10円もかからないんじゃない、多分12回ぐらいを取れると思いますから、まあ、10回取れたとしてもね、そうすると100円で買ってこれ10円ですよ、ね、これカット野菜で買ったら100円ですよ、これと変わらねえなんでね、 しますからね、ほらめちゃくちゃお得じゃないですか、超お得でしょ、でしかも新鮮なお野菜がそれで食べられる、まあ、軽く水洗いしてね使えばね全然使えますからね。でこの方法が効くのが、キャベツ、あと白菜ね、白菜もだいぶ持ちます、3週間とかね、それぐらいはね結構余裕で、いけますんで、白菜でしょ、で、葉物はね、あのほうれん草とかそのあたりはねやっぱその日のうちに使って切った方がいいですけど、あとはレタスもね、そこまで長いことは持ちませんけど、レタス、サニーレタス、うん、もう、あの、芯を切らずにしとけば、ある程度持ちます。まあ、1、2週間はいけるかな。今までやった経験だと。特にね、持ちがいいのはキャベツ。特に冬キャベツね。は、まあ、ね、これ、効きますんでね。ぜひね、一人暮らしの方はね、覚えておいてね。そういったね、野菜の直売所、JA の直売所、どうなんだろう。都心部だとあんまないのかな。こっち田舎なんでね。まあ、その気になればね、あの地元の農家さんが分けてくれたりとかっていうことがね、まだまだあるような地域ではありますからね。うん、まあそういうところの場合はちょこいちょこ配置を使ってとか、あとスーパーのね、そういったあの産直売場みたいなところね、ああいうところね有効活用して、なるべく単価の安いそのね小柄なものを選んで一人暮らしの場合はね、でかつこのムキムキの方法でやれば、いつでもね、あの手軽にね、あの新鮮な、ね、お野菜、ね、ちゃんとしたお野菜が取ることができますし、これで農家さんもハッピー、私もハッピーということでね、ぜひね、この方法で新生活者の方はね、実践していただければいいんじゃないかなと思います。じゃあとりあえず剥いちゃったんで、私はこう今からちょっとキャベツの炒め物でも作って夜食にしていただこうと思います。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。あと他にもね、いろいろあのコメント欄とかでね、こんなやり方もあるよとかね、いろいろ教えていただければね、ぜひ参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。